はい、久しぶりの、開封動画じゃないですが、今日買ってきたゲームを紹介します。まずはこれ。これはスーパーアルバトロスですね。今日は PC エンジンの CD ロムのゲームをケースに買ってきました。1000円です。はい、次。あ、これちなみにちょっと高いですね。ちょっと失敗したなと思って、ちょっと高いです。次はこれ。これはクイズアベニュー、 PC エンジン初の正統派クイズゲームです。1000円です。はい、次これ。横山みつけるの三国志、これも1000円です。はい、次です。次はスーパー大戦略、これは、あ、これ500円ですね。ケース痛み、あ、ちょっと割れてますね。セッティね、これは何か、これはファイナルゾーン2、これも1000円です。これですね、壮絶なストーリーが展開する近未来コンストラクション。次が、次はこれ、ジャンテ物語宇宙探偵リバ出動法、これマージャンのゲームでしょ。1000円ですね。あれ、これマージャンじゃないの？マージャンじゃないのか、これ。マージャンじゃないっぽい。ちょっとやってみないとわかりません。で、これクイズ4、これも1000円。いつも1000円なら安いんじゃないですか。いいですね。次はこれ、ライジングさん。これも1000円ですね。これ1000円ですね。次はこれ、ぷよぷよです。ぷよぷよ。これも1000円。はい、次です。はい、うるせえやつら、これも1000円です。これも何だったかな、デジタルコミック。これハードさんの CD ロムの無音楽選手がおまけでついてるみたいですね。持ってるんで、ちょっと違うやつ入れてるから。次は次はこれ、タロードン2、1000円です。これはアーケードカードじゃないと当たれないですね。で、次はこれです。プリンセスメーカー2、これも1000円ですね。まあ、昔流行ったゲームですね。はい、次はこれ、未来少年。まず同じような。アクション。アクションでーす。次はこれ、卒業中。これも1000円でーす。次は、これ。卒業の裏デュエット。これも1000円です。はい、上級です。この辺見て、昔流行りましたね。次はこれで、
ス誕生デビュー1000円です。次はこれ、ね、CAL2、まあ、こんなやつ。あとはこれかな、サザンアイス1000円で。これ何でしょうか、これもアーケードカードみたいなやつですね。そこからはケースなしのやつも買ってきますね。あとこれデビスカップケース500円。次が何だろう、500円で月仙ピーナ。何のゲームか、もうピンとこないです。月仙ピーナ。次はこれザ・キックボクス、これも500円。三国志水、これはあモンスターメーカー500円。これはいいんですよね、これはいいよ。これドラゴンスレイヤー英雄伝説水、これもこれか、これもちょっと強く入ってる。それはジャックにプラスのワールドです。次は大戦略2、500円。これはブロー、あ、これ持ってるわ、これ持ってるやつ、500円。この辺のやつこうこうやって置いてあったんで、バーッと見てもうとりあえずあれ全部買ってこうって感じで買ってきたんです。これは柔らかい。なんか次はロードストーセージ、これ2っぽい。これが戦国関東三国。あ、これ説明書付きです。説明書付きです。500円。あ、これ以上ですね。これで並べて。で、あとちょっと最近買ったやつは、未開封ソフトがあったんで、新品ですね。新品ゲーム。プレステ1のマリオネットカンパニー、これ新品ですね。なかなかないです。次がロビンロイドの、これも新品です。新品で買ってます。バトルコンチェルト、これも新品ですね。これ新品じゃなくてだそうです。これも新品で、ベルペセルバ戦記。これも新品でございます。これから高かったんですけど、今、980円で、まあ、全部980円なんですけど、結構 Amazon でちゃんと書いてあるんですよ。8000円です。次がチェイスザ・エクスプレス、これも新品ですね。まあこれ確かとんでもないゲームですよね。最近買ったのはそれくらいですけどね。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。